おい、お面ちゃんとお面かぶれよ。はい。店長、なんで拓哉の売り上げって倍なんすか。まあでもあいつ最初そんなもんだと思ったんだよな。全然チケット売れてんじゃないですか。まああいつ結構最近やべえよな。いや、やべえじゃないっすよ。あいつ普通にバイトかじゃなくて無料理チケット売ってて、俺普通に負けてんすよ、後輩やったのに。でも後輩に負けるの受けんねん。いや、ちょっとまあ笑い事じゃないっすよ。あいつ入りたてで俺めちゃくちゃ仕事教えてって、あいつまだ1年なのに俺あっさり抜かれてんすよ、どうするんすか。先生知らねえ、そんなの知らねえよ。もうそんな、いや俺このままだと車同士になっちゃいますよ。なんすか VTuber だと車同士って。いいじゃねえか車同士だって、車同士になればいいじゃん、最高じゃん。いや、だったらあんたがなりゃいいですか車同士。あんたが車同士ならいけねえんだ。なんで撃つのか俺ら、おもちゃかもな。やっぱり撃つのかな。どうなのか、どうやったらやっと。おたか、はい、お前最近随分ツイキャスの売り上げ調子いいらしいじゃねえか。まあ、はい。いや、さすがだな、俺とスパチャで随分稼いできただけあるわ。もともとのポテンシャルが違ってやつよな。あ、よく頑張ってんな。はい。ああ、そういうあれだな、ツイキャスプレミアム、次のゴールデンウィークのあのチケットの売り上げもお前随分調子いいらしいな。ああ、そうっすね。ああ、ツイキャスプレミアムといえばよ、一個相談があるんだよ。あの売り上げよ、俺ビリなんだよ。どうだい、俺とおめえの中でツイキャスプレミアムの売り上げよ、俺とおめえでよ合算してみるってどうだい。いや、こんなチャンスめったにねえと思ってたよ。うん、ようやく豊島と福岡俺たちの下にできんだぜ。おい、俺たちで下克上だよな。大体なんだ黒馬同士ってよ、あんなもん俺たちできねえよ。黒馬同士なんて福岡が一番やな。あいつのバンドなんだ、あれプピリットパロ、呪文みたいなもんじゃねえかな。そうですね。なあ、あんなもん黒の方にちげねえよ。豊島も一からブッキングマネージャーやってもらってよ、店長副店長で行こうじゃねえかよ。ちょっと考えてもらえると嬉しいかなって思うからよ、頼みますよ。よろしくちゃん。はい、またな。お疲れ。